者公開を絶賛開催中でございます。ただいまですね、ギターの音色、そしてですね、美しいダンス、ご披露いただきました。ギターを、それから琴ですね、またこれもまた映像と相まってですね、とても美しい音色を聞かせていただきましたけれども、そちらを演奏いただきましたのは、ジーニアス、ギターのジーニアスの一つであります、高谷純さんでございます。鈴の音をですね、シャンシャンと響かせながらギター、そして琴の音に合わせて踊っていただきましたのはダンスアーティストでもありまして、笠井さん、少し女優もされております、山田純子さんであります。映像的な器具の音はですね、聴者公開のにおけるデジタルミュージック、こちらに音と光の共演ということで花を添えていただきました。どうもありがとうございました。もう少しですね、お時間ございます。9時までこの後15分ほどになりますけれども、乗車公開、初めての試みでございますけれども、乗車公開を実施しております。まだまだですね、素晴らしい景色が続いております。良い天気にも恵まれました。よかったとありながらですね、夜景を眺めていただくのもですね、合わせてですね、こちらデジタル掛け軸、今までこう19時からですね、ほぼ2時間続けてますけれども、同じ絵が一つも出てこないというですね、100万通りの絵があるということでですね、それが次々と変わりですね、まさにこの聴者が様々な表情をしているようなですね、そんな風に見せてもらいます。1ヶ月幻想的にですね、横浜3棟の一つであります金の塔、神奈川県庁本庁舎、いろいろ出ております。もう少しですね、9時まで掛けておりますので、お楽しみいただければと思います。Thank you.
Thank you.